阪神勝ち、巨人負け。まずは明日勝つことだな。明日勝てば巨人は浮き足立つし、明日負けたら終戦だな。何点差つけられようが絶対負けられない2試合。いや、今日は岡留と栗林に乾杯。やな、直接対決楽しみやけど怖いな。にんビーズリーにやらせた役割は青柳がぴったりなんやけどな。打者一巡限定とかなら抑えそうやわ。今日見てると坂本誠志郎優勝するんでついてきてください。お信じた。2連勝したら日程終了が巨人より遅いわけ。10月3日がどうなるかわからなくなる。甲子園で連勝したらわからんで。巨人に2勝すると面白くなるのに。今の甲子園の阪神はマジ強いから負ける気しねえわ。 W 岡田がとんでもない采配戦限りは2連勝できると思う。しかし今日はこっからどう負けんのっていうくらい負け筋ないとこから負けてるな。これあるで。岩崎ゲラは2イニングずつ投げさせるべきやと思ったけどよう我慢したな。明日に重くそつながる勝利になったわ。坂本優勝するんでついてきてください。テールファンの方と同じで僕らも全く諦めてないんで期待してください。うちの選手かっこよすぎやろ。甲子園で巨人に負けたら潔く諦めれるわ。甲子園決戦まで持ち込んでくれてとりあえず感謝したい。阪神は各チームのエース粉砕しまくってるから菅野もいけると信じる。菅野から渡辺が熱戦金先生タイムリー言ったこともあったな。その後ゲラが岡本に被弾してチーム自体転落が始まった。とりあえず2ゲーム差で天王山迎えれて今日の勝ちはでかすぎる。横浜打線怖すぎた。最近春人贅沢言わんから無失点で頼む。明日普通にやれそうやん。1週間前は絶対無理な予報やったのに。やっぱり1週間前の予報なんて意味ないな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。